ばみ、志村まさきです。初めてギターを買おうって思ってる人がいるとします。まあまあでそんでね、いろんな質問とかね、もちろん僕はいろんな質問を受け付けるし、皆さんの中で初めてギターを買いたいと思ってる人が、人になんか聞いてみたいこともあるとは思うんだけれども、根本的な入り口の話、欲しいギターがないんやったら買わんでもええってことです。それはね、それは逆な言い方をすればね、欲しいギターが決まるまでもっととりあえず探そうっていうことでもあります。例えばギターというのは、いろんな形、いろんな色のギターが売っています。まあ、エレキだとしてもいろんなものが売っています。で、僕はまあゾロゾロゾロっとちょっとね、まあ最近数えてないんでちょっと分かんないけども、エレキギターとアコースティックギターを足したら40本ぐらいのギターは持ってます。で、ウクレレは20本ぐらい持ってて、あとはバラライカとかマンドリンとかカバキーニョとか、いろんな弦楽器を持ってはいます。ベースも持っていますけども、それたくさん持ってることが自慢なわけじゃなくて、言っときますけどって話で、これ一本一本欲しくて買ってるギターですよ ね。何十本持ってようが、一個一個これ買おうかどうしようかって迷った挙句、今回は買おうっつって決めてから買ってるわけですよ。それは欲しくて欲しくてしょうがなくって、それぞれの一本ごとを買っているってことですよね。まあ、例えば毎日ヤフオクを見ています。僕は毎日見ています。その中で、例えば4ヶ月ぐらいの中で、20本ぐらいのギター、欲しいギターがあっても、それを諦めてて、それで1本か2本は買っちゃってるかな。つまり20本諦めて1本買ってる。もちろん毎日ヤフオク見てるってことは、数百本のギターを見てて、その中で、あ、ちょっとこれ欲しいなと思うのと、割と欲しいなと思うのが20本ぐらいは見つかるんだけども、金額と相談した上とか、状態とかね、いろんな各パーツの物事とかを考慮した上で、20本は諦めて、まあ4ヶ月に1本ぐらいは買っちゃってるかな。で、まあまあ増え続けていくってのも、ちょっと本当は時々手放した方がいいんですけどね、なんとかしてね。でもやっぱり1本ごとに悩んだ末で、入札をして落札していくわけですよ。そうなると、もし初めてエレキギター買うっていう人にね、アドバイスするなら、本当に欲しいギターがないなら買うなっていうことですね。まあまあ言葉はあれだとしてもね、これこそが欲しいギターだって思えるギターを買いましょうってことでもあります。すなわち、誰かに相談してね、こう、初めてギター買うんです、どんなギター買ったらいいですかっていう質問してるうちは、まだ買わなくていいってことですよ。そこにはいろんな質問のパターンというか、角度というか、タイミングというか、時期があって、すいません、テレキャスター欲しいんですよ、どうしてもテレキャスター欲しいんです、青いのと黄色いテレキャスターどっち買ったらいいですかね。それはもうご自由にじゃんね、ご自由に好きな方の色買おうじゃんね。誰かにアドバイス聞くことでもないし、僕が決めれることでもないですよね。じゃあ、例えば東海のテレキャスターとグレコのテレキャスターどっち買ったらいいんでしょうか、そういう質問はなんとなくお返事はしてあげられますよ。ネット上じゃなくてね、個別でね、個人的にね、どっちかの企業をものすごくこう褒めたたえるってことは、どっちかの企業をディスるってことだから、公の場では言いませんけども、フェルナンデスのテレキャスト、フォトジェニックのテレキャスト、どっち買ったらいいですか。じゃあ、まず君はそのフェルナンデスのテレキャスト買えるだけのお小遣いは持ってるってことだよね。お小遣いにも関係してくるよね、だんだんね。5万円持ってるけど、1万円のギターと4万円のギターどっち買ったらいいですか、5万円の買ってこいっていう話ですよね。ねっていうふうに、いろんな角度、いろんなタイミングとしての、いろんなアドバイスみたいな、できるアドバイスとできないアドバイスがあったりするし、レスポールとストラトどっち買ったらいいですか、それは自分でどっちが好きか、どっちが欲しいかを自分で納得するまでもうちょっと頑張っていろいろ調べようって話。調べようっていうのは、例えばインターネットを見ててさ、まあ例えば YouTube 見てて、いろんなアーティストさんがいろんなギター弾いてて、
自分の好きなアーティストさんっていうのがいて、そのアーティストさんが持ってるギターに憧れたりしてギターは買うものなわけですよ、根本的には。根本的には例えばこれ僕がテレキャスターばっかり買ってくるとしたら、例えばって言えばこういうテレキャスターを弾いてるアーティストのカントリーロックとかね、こういうテレキャスターを弾いてる人のに何かの感化をされて影響されて憧れてテレキャスターを買ってるわけですよ。そうすると例えばジミヘンが好き、ジミヘンドリックスっていう人がいるんですけど、ジミヘンが好きだったらストラトを買うでしょうよと、ジェフベックが好きっていうのもストラトを買うでしょう、リッチブラックモアが好きっていう人もストラトを買うでしょう、デビッドギルモアが好きだっていう人もストラトを買うでしょうっていう風に、まあまあスティービー・レイ・ヴォーンが好きだっていう人もストラトを買うでしょうっていう風に決まっていくみたいなものがあったりね。ジミー・ペイジが好き、レッド・ゼッペリンが好きっていう人はひょっとしたらレス・ポール買うかもしれないけども、テレキャスでもいいかもしれないけども、ストラトの時期もあったけども、まあダブルネックが欲しくなっちゃう時期もあるかもしれないなとかね。好きなアーティスト、まあまあ例えばボーイとかね、布袋さんが好きだっていう人はフェルナンデスの黒いテレキャスのこうなんかね白い線が入ってるやつ、あのモデルを買ったらいいんですよって話でしょ。となると今若い子たちが例えばどんなロックバンドが好きかって、例えばキングヌーが好きですって言ってもキングヌーの常田さんと同じギターは買えないことは買えないわけですよね。金額的にはね多分買えないわけですよ、うん、10万や20万じゃ買えないギターですからねっていう。じゃあサカナクションが好きです、ヒゲダンはどんなギター使ってんだかとか、もしそういうのが何らかでやっぱりそう好きなアーティストが持ってるギターとか色とかで、もしくは別にアーティストじゃなくてもインターネット見てればいろんなギターの形、いろんなギターの色のものがいっぱい出てくるわけじゃないですか。それを丹念に探したり、まあ、例えばこう本屋さんに行ってこういうギターマガジンって本を買ってみたりとかで、こうパラ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 めくったりしてやね。これだとまあ例えばここにこんなような深緑色のこんなギターが載ってたりするわけですよね。こういうのを見てって自分は一体何色のギター、どんな形のギターが自分好みなのかっていうのを、少なくともあギターやりたいと思って明日買いに行くっていうわけじゃないんだから、ギター弾けるようになりたいなと思いながらなんとなく1ヶ月2ヶ月過ごすわけですよ。とその1ヶ月2ヶ月の間にギター弾けるようになりたいんだったら、それなりにやっぱりインターネットなんかでいろんなものを見るわけじゃないですかね。その中で欲しいものは決定していくわけですよ。そして例えば高校1年生の誰だか君がね、ギター始めましたとね、で挫折することなく続いていきましたっつったら、大人になって社会人になっておっさんになってっていう段階の中で、それはね3本か4本は買うよ。ギターは足を踏み外すっていうか順当に生きていくと40本買うさ。だけども40本もギター買ってても僕は買わないギターがあるわけじゃないですか。僕は一切欲しいと思わないギターがある、僕が欲しいと思わない色があるわけですよ。例えば別に嫌いなわけじゃないですけども、フライング V とかエクスプローラーとかその手の あと ESP 関連のランダムスターとかさ、その手のギターってのは僕は一応は一本も買ったことはないですわねっていう、割と形はオーソドックスなフェンダータイプの古いタイプ、昔からある形のギターの変な色っていうか、あんまり人が持ってない色のテレキャスターとかストラトキャスターを買っているっていうね。あとは改造しちゃうっていう。でもちろん最初にギター買うときには 4,5 千円はこういうアンプとかケーブルとか、まあ、ピックとか替えの弦とかチューナーとかその手のものは多少必要なわけですから、そこのお小遣いも残しておいて買い始めないといけないとかいろいろあるんで、そういうことについてのアドバイスをもらうべくな質問っていうのはありなわけですよ。初めてギター買います、一緒に何買ってきたらいいでしょうか。多分ギター買いに行くとケースはすっごくどうでもいいケースだったら無料でついてると思います。すごいもの入ってるな、ひゃのっぺらぼう顔なし、まあこういうねヘロンヘロンでも何でもいいヘロンヘロンなケースだったら多分新品のギターを買えば無料でついてるとは思います。3万円以上のギターを買えばもうちょっとまともなケースはついてると思います。例えば5万円以上のギターを買うともうちょっとまともな、これくらいの
分厚さがあるこういうケースがついてくるかもしれないし、ゆくゆく自分でケースだけ買うかもしれない。とりあえずその日は持って帰れれば OK なんで、段ボールでも何でも裸ででも持って帰ってくれるんやったらそれでいいんやけどもっていう。あとはちっちゃいミニアンプ、まあ4000円か6000円ぐらいのアンプとケーブルと替えの弦ワンセットとチューナーってやつ、これぐらいのものを買うのに5000円ぐらいかかる。入門セットみたいなもんを買うんでもいいんだけど、いいんだけど、まあ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 、いろいろその辺は他の動画でも言ってますけど、それで予算がいくらあるかだから、例えば最初からこうここにフェンダーって書いてあるやつ、これ欲しい新品でってなったら10万円はかかっちゃうとは、まあフェンダージャパンだったらもうちょっと安いのもあるかもしれないか、でもまあ他のね最初に買うべきものを全部合わせたら10万円ぐらいはするでしょうと。アリアプロ2とかエピフォンとか東海とか、その辺の国産でありながら有名なギター、ヤマハとかそういうギター会社のものだったら6万円ぐらいあれば全セット買えるかなと。でそれより安いのはまあ別に有名かどうかは別として、作ってる会社も知ってるけども名前も知ってるけども、とりあえず日本では作ってないギターが、4万円以下のギターは日本では作ってない、まあ、この辺も微妙やけどね、この辺も微妙やけどね。だから例えばヤマハのパシフィカとセルダーのストラトキャスターどっち買おうか迷ってるんですっていうアドバイス来たら、それはそれはもうパシフィカにしなさいって答えが出しやすいわけですよ。その金額、パシフィカの金額出せるんだったらパシフィカにしなさい、どうしてもお金がないんだったらセルダー買いなさいになるわけじゃない。誰に聞いてもそうなるだろうなっていう答えと、それはあなたが自分で選びなさいっていうことがあるんで、何もかも人に聞いて答えが出るわけでもありませんし、大勢の人に聞けばなんとなくこっちだよねっていうふうにみんなが言うだろうなっていう答えもあるだろうし、でも結局最後にそれを買って、ね、挫折しないことって重要なわけですよ。さあメルカリとか見てるとさ、ギター2年前に買ったんだけど5分触ってもうすぐ弾かなくなって、それから2年間ほったらかしです、だから新品同様ですつって売ってたりするわけじゃないですか。まあそのことについて今何か俺言おうとした、まあまあできるだけギターは挫折してほしくないわけですから、好きな色で好きな形のギターを自分でまず選ぶってことなんですよ。実は僕初めて買ったエレキギター、人のアドバイス聞いちゃったんですよ、少しだけ。まあまあね、そのそれが良かったか悪かったか微妙なんだけど、そのおかげで結局3年後に、やっぱりこっちが欲しいっつって買い直すみたいなことがあったりとか、その後悔はしてないけども、最初の1本を買う時に人のアドバイスを聞いちゃった自分、まあそれがあるから今の僕があるかもしれないけどね、人の言うことなんか聞かんでよろしいっていう僕が出来上がったとも言えるけども、まあまあまあそんなこんなで、一応お金出すのは自分だし、自分が決める、自分がお金出して自分が買ってくる、まあ予算的に例えば親御さんの許可とかね得ないといけない時があるのかもしれないけども、自分で決めたものっていうのはさ、本当は愛着があって挫折しにくいはずのことなわけですよ。できるだけ挫折しないであろう方向に行った方がいいんですよ。それは自分で好きなものを選ぶ力を持とうってことなんですよ。それだけのことは一応自分で探しましょう。何でもかんでも人に聞けば答えが出るわけじゃありません。自分で、あ、この色っていいじゃん。人が何と言おうと俺は黄色が好きだっていう、そういう自信持って自分が好きだと言える色というものはあっていいんですよ。別に黄色という色を嫌いな人がいたって構わないんだったら知ったこっちゃないっすよ。なもの俺と趣味が違うんだからっていう。まあまあ、スカイブルーも好きですけどね。まあダフネブルーって言うんだけど、これは。黄色かダフネブルーが好きな、テレキャスターでメイプルネックが好きな人って言ったら、まあ、YouTube では俺だよねっていう、ね、そういうわけのわかんない個性作りのためにも、皆さん、自分の好きなものは自分で選ぼう。欲しいものが決まってないうちはまだギターは買わなくていい。欲しいものが決まってないうちはまだギターは買わなくていい。っていう話でした。じゃあね。